立川ただ四郎は落語家である。本名、内藤洋介。岩手県森岡市出身。大田プロダクション所属。東京 NSC 発期生出身。ピン芸人時代の芸名は、メンソールライトであり、転身後もしばらく、大田プロのホームページにこの名義で掲載されていた。過去に、合図光太とのコンビ、インジャリカンで活動。その後2005年4月解散後、 オータープロダクションに移籍し、飲み、食い所として、再結成。いずれもボケ担当だった。2008年6月に解散後ピン芸人として活動。芸名は、土田照之が命名。この芸名は、男がどん底を経験した時に、光が見えたという意味を持つ。お笑いライブ、てっぺんにて、第7代てっぺんピンチャンピオンのタイトルを持つ。M-1 グランプリ2010では、 本日は聖天なりとのコンビ、メンソールレフトで出場。中華料理が特技にあり、横浜中華街で5年間アルバイトしていた経験があるという。2015年10月、落語家に転身。立川男子郎に入門し、立川ただ四郎の名をもらう。男子郎は当初、ただ四郎がメンソールライトであることを明かしていなかったが、12月の男子郎の独演会にて、 初講座。講座を見て、正体に気づいたファンの複数のツイートを受けて、男子郎がそれを認めている。主に漫談。立ち飲み漫談、落語家漫談等を得意とする。口調や仕草が、立川男子にそっくりである。これはピン芸人になった時に見た、男子の講座に感銘を受けたため。ネタ中に、テーマに沿ったジョークを言うが、客が感心してしまい、笑わない場合、拍手じゃなくて、 笑い声が欲しいんだよということがある。ギャルをネタにすることが多い。ダーリン・ハニー、吉川のブログ2009年4月4日エビ、お笑いライブてっぺん芸人名鑑より。本日は晴天なり、ブログ2010年9月7日、どうも、メンソールレフトです。公式プロフィールより、日本テレビ、女神のマルシ2013年5月17日放送より、立川段四郎のツイッター、 立川男子郎公式ホームページで紹介。夕刊富士2013年3月28日。ありがとうございます。